リズムを鍛える小曲1ということで、この曲ですね、イントロのリフ、こういう感じなんですが、いかにキレよく弾くか、そしてロックなテイストで弾くか、そのニュアンスというものも非常に大事になってくるわけなんですね。例えば最初ザッツッザッって言った時は、まあ、カッティングでしたらダウン、こうアップになるところなんですが、これですね、やっぱりこう6弦ダウンでこう弾いた方がロックっぽく迫力が出るということで、っていう感じですね。あとここも16分裏なんで、アップで本当って弾きたいところをダウンで弾くと、アウトサイドピッキングって言って、フレーズとしては弾きやすくなったりするわけなんですね。そういったところとか、あとこれも16分音符裏なんで、カッティングだとアップになるところ、これをダウンで弾くことで、そしてちょっとタイトに弾くという感じになりますね。というわけで、最終的にこのダウンアップでこう弾くですね、16分音符ダウンアップダウンアップでこう弾くのは、振りでリズムは取っちゃいけないという、まあそこがね一番重要ポイントなんですね。ニュアンスによっては時としてダウンで16分音符の裏を弾くこともあるわけなので、このリフはですね、そういうところを強化するためにもきっと役立つと思います。はい、では次にリハーサルマーク D の2小節目にあるですね、3連符のフレーズですね。こんなフレーズなんですね。これだけ弾くとですね、なんかタン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 、あるいはタタ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 と、こう4つで1つみたいな、4個フレーズなんですが、これを3連符のリズムで弾くこと、ここがポイントになるわけです。ですからこんな感じですね、8分から3連符ってやってみると、3連こんな感じになるわけですね。フレーズ2個、もしくは4個という偶数で持っていかれちゃうとリズムがこけてしまいますので、あくまでリズム優先で弾けるように頑張っていただきたいと思います。